忙しいのにこの私に会いに来てくださりどうもありがとうございます。お疲れ様です。また眠りに落ちてしまうかと思いましたが、あなたがそばにいてくださってよかったです。若、気を使っていただきましてありがとうございました。羽がよりたくましくなりました。ああ、ご安心ください。私の降り立つ場所は、いつだって若のおそばですよ。はい、私にお任せを。役に立ちそうなものが見つかったなら良いのですが。私たちの勝利です。お疲れ様でした。若、心配無用です。まだ、私は戦え。お手間をおかけします。申し訳ありません。もっと精進いたします。若に歯向かう者は、この私が許しません。若、そんなに緊張なさらなくてもいいですよ。あなたのおそばで戦えることこそ、私にとって何よりも光栄なことです。国を飾り、玉を飾りて、豪邸、これ受けたい。この風言目が若の護衛をいたします。若、仕事を始めますか？この風言、いつでも若のおそばに。若、朝食の用意ができましたよ。早く起きてください。でないと、料理が冷めてしまいます。夜食の準備をしますか？私としましては、酔い腰にならぬよう、早く休んでほしいのですが。まさか、若からプレゼントをいただけるとは、とても嬉しいです。ありがとうございます。若のお気持ち、確かに受け取りました。おや、風で髪が乱れてしまいましたか？若の手、少し冷えていませんか？熱いお茶でもお入れしましょう。お菓子をお探しですか？こちらのポケットに入っていますよ。好きなお菓子を食べたら、体だけでなく、心も元気になりますよね。あまり無理しないでくださいね。あなたが健康で幸福でいられることこそが何よりも大切ですから。若様、今日はとても頑張りましたね。何かご褒美を差し上げたいです。何でも言ってください。お菓子はお口に合いましたか？気に入っていただけたら何よりです。眠くなってきましたか？私の肩を枕に少しお休みください。あなたと共にいられなかった歳月を補うために、これからはずっとあなたのおそばにいさせてください。